はい、再び世界一周旅人か JSA の旅レポート、屋久島の縄文杉からお送りしております。今からねちょっと下に、下ります。ここね展望台、ここね危ないんですよ。もうね5時間かかって上がってフラフラになって息も途絶えでやっとたどり着いて、足元がね、こう杖ついてきてんですよ。杖を、よ、こういう感じでね、よいしょ。足元がね、おぼつかないんですよ。よいしょ。危ない。一応ね、トレッキングシューズなんですけど、こういう感じで、そしたらね、渓谷。まだね6月なんで人はね少ない方で、こっちこれ縄文杉、危ない。下りもね、上りはきついけど下りはねこうやって危ないんです。足踏み外したらね落っこっちゃうんでね。よいしょ。どうなってますか。よいしょ。下渓谷ですからね、警告しときますけど危ないですよ。よいしょ。こっちがねもう一方の展望台、ここねすごいでしょ景観がね。あ、これが縄文杉ね。ウィルソンカーブとかねこうちょこちょこ流れてる。ここはみんな思いなくね、スポット。ああ、ここがいいな。それでみんなここで。ああ、はい。屋久島の縄文杉です。ね、みんなこうやって写真撮ってます。ぐるっと周囲はこんな感じです。はい、それでは世界一周旅人か JSA の旅レポート、屋久島の縄文杉からお送りしました。それではね皆さんまたお会いしましょう。バイバイ、 See you。